はい、皆さんこんにちは、バンダルグルビッシュです。では今回は提督の決断をパープキット PC 版帝国海軍駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。いよいよ残された敵国連合国軍側の拠点ドーバー海峡だけになりました。スペイン沖はね、裏で前回から攻略を進めてきましたので、最後の拠点ドーバー海峡、ここの攻略戦を今回行っていきたいと思います。ドーバー海峡の敵戦力なんですけども、五甲艦隊さすがに守りが硬そうだというところですね。まあ、第一艦隊は正規空母4隻、さらに第二艦隊まで、巡洋艦で固められた戦艦、艦隊。第七艦隊は戦艦が3隻、護衛空母4隻という、これもね、すごい戦力ですよね。第11艦隊、そして第16艦隊の方には戦艦が2隻というね、この五甲艦隊を叩いていこうという作戦になります。前回もお話したと思うんですけども、このフェーズになってくるとですね、1回の攻撃で駆逐艦で敵の拠点まで制圧するのは難しいので、まず第1弾作戦として敵の艦隊、今回であればイギリス軍の五甲艦隊、これを撃滅して、次のターンで敵の基地を制圧していくという2段構えの作戦で行っていきたいと思います。では早速攻略戦始めていきましょう。今回投入する艦隊ですが、第1弾作戦にあたりますので、駆逐艦をね、配備した3個の艦隊で敵を叩いていきましょう。ただここはどうだい、敵の飛行場も近いので、苦労しそうですね。もうすでにイギリス軍は夜間に離発着可能な航空機開発済みになってますから、ここはちょっと苦労するっていうのをね、覚悟しておいた方がいいかもしれませんね。では突入していきます。まずは敵をね、発見して予定通り撃滅戦を行っていきましょう。さあ敵艦発見してます。これをね、潰しにかかりましょう。夜間の雷撃戦はね、我々の得意とするところですので、急いで向かいます。第二艦隊も敵を発見、全艦隊敵艦隊発見しますね。ただ敵の爆撃機も飛んできている。いや、最後の拠点にふさわしい厳しい戦いになりそうだな。これはすごい数ですね。これは苦戦しそうだな。さあじっくり戦っていきましょう。どこをめがけても当たるっていうね、そういう状況になってますね。まずはね、セオリー通り敵の空母を中心に狙っていきましょう。最後を飾るにふさわしい、戦いになるかなと思うんですが、1回でこの規模の艦隊を叩き潰すのはちょっともしかしたら厳しいかもしれないですね。どこをめがけても当たるっていうね、そういう状況なので、とにかく魚雷を撃ちまくっていきましょう。第3艦隊もどこ狙っても当たるっていうね、そういう状況になってきましたね。第2艦隊と第3艦隊で攻撃できそうな状況ですね。ただ敵味方入り乱れて団子状態になりつつあるので、ちょっとここは注意をしておかないと我々の方が逆に撃滅させられてしまう可能性もあるのでね、注意はしっかり払っておきましょう。第1艦隊は敵の撃滅に成功してますね。戦力もね、半減してますが、敵の艦隊を壊滅させるというのが今回の主たる目標なので、そこに向かってね、突入戦を行っていきます。第3艦隊もかなりダメージが出てるな。さ、敵の艦隊戦力だいぶ減らしてきてますね。ただ味方もね、損害がすごく激しくなってきているので、ここいらでも仕留めて撤退に入りたいですよね。戦力を温存するために。では敵の艦隊撃滅しましたので、ここは一度撤退しましょう。で次のターンでね、敵の基地攻略、攻
これを行っていきます。ちょっと待ってね、敵の艦隊まだ残ってたかな。残ってましたね。まあただこれも次のターンで撃滅していきます。敵3個艦隊を壊滅させています。我々もね損害出てますね。さあドーバー海峡の状況を確認しましょう。敵、おお、まだ結構いるな。こんだけの戦力がいるとなると、もう一回撃滅戦をやらないといけないですね。もう一度ドバイ海峡のね撃滅戦を行っていきます。ではドーバー海峡の第二波攻撃を行っていきます。今回揚陸艦をね一部使います。これで、一番近い敵の飛行場を破壊してしまおうという作戦ですね。敵の方は第一艦隊空母が4、第16艦隊は戦艦が2、第7艦隊は空母が4プラスもう1個艦隊いるという状況ですね。増援が入ってくることは想定しておきたいと思います。では突入戦を行っていきます。まずは敵の飛行場で1つ目、これを確実に破壊してもらいましょう。他は敵の艦隊を捜索します。敵の艦隊早速発見してますね。潰しに行きます。これは4隻の空母が入ってる艦隊ですね。第2艦隊も敵を発見。空母を最優先で狙っていきます。敵の空母を撃沈。さらに敵艦隊狙っていきます。ここでもうね敵の艦隊戦力完全に壊滅させておきたいなと思うので、惜しみなく魚雷を使って仕留めていきましょう。敵の4空母は早くも壊滅させてます。ではもう一つの艦隊の方にね、戦いを移していきましょう。揚陸艦もね出てますね。第2艦隊が敵の艦隊と交戦中。第1艦隊はね敵の艦隊、空母が入っている艦隊が現れているのでこちらの艦隊に向かいましょう。第3艦隊はその救援に向かいます。さあ第1艦隊が敵の空母を発見してます。これを仕留めていきましょう。空母が4入ってますね。ここで停止か。ちょっと戻っていきますね。では改めてドーバー海峡に進行していきましょう。まあ、先ほどはね、まあ、残念ながらというか無理やり Windows 8で動かしているので、ね、ちょっとたびたびねこういう事故は起きてしまうんですけども、まあ、その事故はあったもののここにまた戻ってきましたので、まずはね、近い敵の飛行場から攻撃を行っていきましょう。敵の艦隊もねまだ残ってますからね、数はともかく飛行場の破壊と敵艦隊の撲滅撃滅、これを行っていきたいというふうに思います。では進んでいきましょう。今回はできれば2つの飛行場を破壊してしまいたいかな。で蹴りをね、つけちゃいましょう。敵の艦隊はこのターンで壊滅させる。そんなところですかね。では時間を進めていきます。さあ敵の艦隊発見してます。艦隊を発見したら
これをね、すぐさま撃滅していきましょう。結構な規模の艦隊ですね。まだこれくらいの戦力はさすがに残っているっていうね、そういう状況だと思います。飛行場の方は破壊が進んでますね。ではしばらくの間艦隊戦の方に集中します。第2艦隊も敵艦隊の方向に向かって集中魚雷を浴びせていきましょう。第1艦隊がもう脆いな。第2艦隊、第3艦隊でフォローします。第2艦隊はもうちょっと団子ですね。これも初期配置の時点で団子なので、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですけどね。なのでまあこういう時は思い切って艦隊投入する艦隊の数をね、まあ、2つに減らすとか、まあ、そういう思い切った対応も必要かもしれなかったかな。敵の戦艦がいそうですね。この長射程で打ち込んできているのを見ると、ここは敵の艦隊もね、潰しておきたいので、艦隊の中でも戦艦がいると思われる方向にちょっと舵を取っていきましょう。小回りが利く駆逐艦、足の速い駆逐艦というのがあるので、まあ、うまく魚雷がね、集中砲火できるような位置取りをねちょっと心がけて、仕留めにかかりましょう。敵の空母も発見してますね。空母の方に向かっていきます。第2艦隊も戦場に到達できるかな。さあ空母4隻の艦隊ですね。まだこの規模の艦隊を用意できてるっていうのはね、まあ、さすが大英帝国というところだと思うんですけども、まあ、ここでねその大英帝国に息の根を止めておきましょう。さあ敵の空母をここで仕留めておいて次のターンの攻略につなげていきましょう。陸戦隊もね、投入していっています。これで2つの飛行場を今回破壊できれば次のターンの攻略がね一気に楽になろうかという展開なので、陸戦隊には頑張ってもらいます。さあ艦隊の方は敵の空母はほぼ壊滅させましたね。残り2隻残ってる空母、これも仕留めていっちゃいます。まあ、駆逐艦は消耗品と割り切って戦ってますからね、これでいいですけど、大型艦となるとね復活させる、建造するのにまた時間がかかるんでね、こういう戦い方もできないと思うんですけど、まあ、駆逐艦をね消耗品と割り切って突入戦を繰り返していきます。ここで空母2隻は撃沈しておきたいよね。さ敵の飛行場がねちょっと思ったように破壊ができていない状態ですね。ここは残り駆逐艦の貧弱砲でもいいので終わらせておきたいよな。せめてどっちかだけでも。2つの飛行場ともにねちょっと微妙な感じなんですよね。ちょっと残念ながら目論見していた2つの飛行場破壊はできず、1つの飛行場も破壊できなかったですね。ただ敵の艦隊はほぼ壊滅させてますので、次のターンで陸戦隊を送り込んで決着をつけていきましょう。やるなイギリス。特に基地の守備隊が強かったですね今回もね。イギリス軍残ってる戦力は第1、第2、第11といずれももう艦隊の艇をなしていないものになってますので、我々の方でねとどめを刺していきましょう。では艦隊突入させます。では確実に一つずつ潰していきたいので、揚陸艦をねうまく投入していきましょう。ここも潤沢に7隻の揚陸艦を使って仕留めていきます。ここでね終わらせておきたいですよね、やっぱりね。もうこの戦いをは
惜しみなく投入します。さあ、一つ目の飛行場に向かって陸戦隊が出てますね。飛行場は3分の1ぐらい削り済みという状態になってます。あと敵の艦隊小規模のものが3つ入っていたと思うので、それもね、ここで叩いてしまいましょう。まあ、ちょっとさっきの反省点が生かせてないのはこの団子状態で、スタートしてるっていうところですかね。ここはね、まあ、さっきの反省点という意味では団子にならないような工夫をしてもよかったのかなというのはありますけどね。ではまず第一飛行場、一つ目の飛行場に対してはご覧のように陸戦隊がね、出たという状況です。陸戦隊を出した揚陸艦は撤収してもらいます。まあ、長かったこの駆逐艦縛りプレイをここで終わらせるつもりではあるんですが、もしうまくいかなかった時のためにね、ちょっと戦力は温存しておきたいので確実に撤退をしてもらいます。まず飛行場一つ目破壊完了です。では二つ目の飛行場、これの攻略も行っていきます。そして敵の艦隊発見してますね。では艦隊戦の方に移っていきましょう。ライトをつけて敵の艦隊、うわちょっと待ってくれ、全然でかいぞこの艦隊。統合したとも思えないな、戦艦とかいなかったですもんね。やってくれるな。この規模の艦隊戦力を潰せる戦力になってるかというとちょっとクエスチョンだな。ちょっとここはうまく操船して立ち回っていきましょう。揚陸艦もね、中に入ってたりして戦闘艦ばっかりっていうわけではないにせよ、これを見ただけでも戦艦が、まあ、5隻、空母が1隻は見えますからね、確実にいる戦力として。これが最後の戦力だと信じましょう。逃げる敵を追っていくっていうのはね、結構しんどいんですよね。まあ、ただこれうまく敵をダメージ与えていけば撤退してくれるっていう可能性もあるので、撤退してくれればで、ね、この海域3つの飛行場取れば、まあ、勝利にはなるんで、まあ、ちょっとそういうね、敵にダメージを与えるってい いう観点でも今回頑張っておきたいところですね。さあ敵の飛行場破壊完了してます。撤収してもらいましょう。もう一つの飛行場、最後の飛行場ですね。ここに今陸戦隊が突入を開始しています。では艦隊戦の方に移りましょう。ちょっと想定してなかったね、敵の戦力なので苦戦していますが、ここでできるだけね、戦力を削っておきたいなというところですよね。陸戦隊は全部出ました。これで敵の飛行場の破壊はできるかなというふうに思います。あとは今目の前にいる敵の艦隊ですね、これをしっかり撃退できれば攻略完了というところなんですが、さすがだな、硬いですね。空母は仕留めてあります。なのであとは硬い戦艦、硬い装甲を持つ戦艦をね、魚雷攻撃で決めていきましょう。狙いは戦艦に定める。こんだけダメージ与えるとね、敵も撤退してくれる可能性十分にあるんで、撤退に追い込ませてこの海域、ドーバー海峡を制圧できれば、それで全ての重要拠点を抑えたという扱いになって攻略自体はね、完了できますからね。さあちょっと厳しいかな。
そしたらここで一度撤退を行って、本当に次がウォーラスということでね、艦隊戦を挑んでイギリス軍を壊滅させていきたいと思います。ではドーバー海峡ね、これで終わらせましょう。敵の戦力2つ艦隊入ってますね。第1艦隊、中大破している戦艦が3隻、あと従順が入ってましたね。第2艦隊の方も中大破している戦艦が3隻いますね。これを仕留めて戦いを終わらせましょう。敵の飛行場は完全破壊済みです。一応ね、陸戦隊持ってきましたが、陸戦隊は待機、他で敵の艦隊の捜索行っていきましょう。さあ、敵の艦隊発見してます。第一艦隊と第二艦隊が近い距離にいますね。これを戦っていきましょう。第3艦隊もね、急行してもらいます。これが駆逐艦プレー、多分最後の艦隊戦になると思いますね。敵の飛行場を破壊していることを考えて、敵の空母もいないんであれば、まあ、昼間に出撃という選択肢も、まあ、今更ですけどあったかもしれないな。第3艦隊の到着がちょっと遅れてますね。第3艦隊もね、ようやく、戦闘海域に到着しつつあります。第2艦隊はね、敵の戦艦と交戦中です。ちょっと数がきつくなってきてるな、まあ、ただここで終わらせないと、もう実は駆逐艦を作るのをやめてしまってるので、数が足りないっていうことになると、一気にね、戦局が苦しくなってくるんで、ここはもうこれで終わらせましょうね。いい加減で。敵は2個艦隊ですね。ちょっと数がだいぶ減らされてるな。第3艦隊が健在なので、第3艦隊でうまくね、敵を仕留めていきましょう。横着しないでしっかり駆逐艦をね、増産しておけばよかったんですけど、完全にここはもう油断ですね。第2艦隊は壊滅、第1艦隊と第3艦隊でうまく敵を仕留めていきましょう。いやいや、まだまだいるね、敵の艦隊ね。さあ、乱戦になってますが、第3艦隊がここまで奮戦してくれてるおかげで、それなりに数は減らしつつあります。まあ、ただ第1艦隊がね、もう4隻だけになってるので、残りの駆逐艦ね、もう余すことな、魚雷全部撃ち尽くしてもらうぐらいの勢いでね、奮戦してもらわないと、残り戦艦が硬いんでどうかなという展開になってます。敵の大型艦にね、魚雷を集中させていきたいので、小型艦には砲撃戦で、大型艦相手には魚雷で戦っていきましょう。第3艦隊が数残ってくれてるので、まだ戦えるかな。第1艦隊がちょっと厳しい。第2艦隊は常に壊滅しています。第1艦隊もね、戦艦を仕留めてくれましたね。2隻だけですけど、もうここは魚雷が撃てるときにも魚雷を撃ち尽くしてもらいます。第3艦隊は敵の撃滅にほぼ成功しましたね。これで第1艦隊の救援に向かいましょう。第1艦隊も残り2隻だけになってしまってますけどね、ここは最後の戦いだと思うんで奮戦してもらいましょう。さあ、第3艦隊は残り戦艦1隻、従順1隻、
まあ、今戦艦一隻撃沈しましたけども、これで、残っているね、第一艦隊が苦戦している艦隊の方に向かっていきます。はい、敵の戦艦撃沈、残り3隻ですね。軽巡か重巡かというところだと思うんですけども、これを魚雷で仕留めて、この戦いに終止符を打ちたい。さあ、残り1隻ですね。これをこんな感じでぐる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 回って、これ敵艦からしたらたまったもんじゃないですよね。こんな1隻相手にこんなに囲まれて こんな囲まれて、まさに四方八方から魚雷を受けるっていうね、この状況。もう逃がさないっていうね、ぐるっと囲んで。これで魚雷を浴びせて撃沈かな。はい、まだ敵がどっかに残ってそうですね。じゃあ敵の捜索に入ります。残念ながら偵察機がね、駆逐艦は乗せられないので、こうやって自分で進んで敵の位置を探っていくしかないんですよね。さあ、敵の艦隊発見しました。こんなところに揚陸艦がいたんだな。この揚陸艦を仕留めないと終わらない。まあ、戦闘艦ではないんでね。ただ、攻撃能力をもう失っているので、なんとかこっちのね、残りの中央付近で待機していたこの艦隊を向かわせましょう。これでドーバー海峡の制圧完了です。ではエンディング見ていきましょう。今回ドイツ軍本当に何もしなかったな。ドイツ軍の戦力ね、ご覧いただいた通り相当な戦力になっていたと思うんですけど、これはひとえに毎ターン毎ターンですね、僕がアルミや鉄を送り続けたことだったんですけど、その戦力を一切使うことなく、ドイツ軍はね、この戦いに勝利した形になってますけど、まあ、戦力的には本当にドイツ軍の戦力がドーバー海峡とかに攻め込んでくれたらね、もっと早く決着もできたのかなというふうには思います。